こんにちは、スクールに夢中、三峰すずです。今日は小さな小さなチップを手作業でハンダ付けしていきます。これは 74TH さんのプロマイクロ型開発ボードキットです。 RP2040 の手ハンダ実装に挑戦するキットです。挑戦。 RP2040 はラズベリーパイピコに採用されているチップです。性能は良く、実売価格も安く、広く普及していて、とっても使い勝手が良いのですが、ハンダ付けは困難です。というのも、このチップ QFN56 というパッケージなのです。よくあるゲジゲジ IC のように足は生えていません。直方体のチップの平面に金属のパッドが設けられています。しかもとても小さい。困難ではありますが不可能ではないので挑戦していきます。まずは IC をテープで仮止めします。これが最も大事です。パッドの位置がしっかり合うように慎重に位置決めします。肉眼でのチェックは難しいので、ルーペやスマホでよーく見ます。OK そうですね。ハンダ付けします。フラックスを塗ってハンダを流し込んでいきます。位置がずれないようにピンセットで軽く押さえましょう。最初は仮固定で少しだけ。位置が大丈夫そうであれば全周をハンダ付けしていきます。成功したか失敗したかとても気になるところですが、この段階ではまだチェックしようがないので進めていきます。 RP2040 は裏面の広いパッドがグラウンドになっていて、接続が必須です。基板に大きなホールが開いているので、そこからハンダ付けします。チップをしっかり温めてハンダを流し込みましょう。この後は表面実装の抵抗、コンデンサー、大きめの IC、ボタン、Type-C コネクタをハンダ付けするだけなので比較的容易です。ピンセットで部品を吹き飛ばさないようにご注意を。さすがに CH32V などと比べると部品点数は多めですが、それほど複雑ではないです。回路図を見てみると、多くは電源の安定化のためのコンデンサのようです。抵抗やコンデンサの値の種類も少ないですので、落ち着いて実装しましょう。最後に Type-C コネクタを実装していますが、これは失敗です。コテが隣の三端子レギュレーターに干渉します。 RP2040IC の次に Type-C コネクタをつけてしまっても良いでしょう。というわけで出来上がりです。見た感じは良さそうですね。スイッチを押しながら USB 接続すると USB ストレージとして認識するはずですが、パソコンと USB 接続しても何も反応がありませんでした。
さてどうしましょう。組み立てガイドに記載されている電源周りのチェックポイントは全て OK でした。パソコンと接続した時に Windows 側で全く反応がなかったので USB 通信ができていないと推測しました。なので Type-C コネクタや USB 機能関連のパッドのハンダ付け不良はありえそうですね。ハンダを盛り直してブリッジを確認して再接続します。今度はうまくいきました。今回は難易度高めのキットに挑戦して小さなマイコンボードを無事に動作させることができました。この動画は編集されているので一本道で動作まで来ていますが、こまめに資料を確認したり血栓をチェックしたりはしています。簡単ではないです。しかし挑戦してうまくいくととっても楽しいですね。このチャンネルでは様々な工作、組み立てにもチャレンジしていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローをお願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。